はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は EU4 織田家プレイ続きをやっていきましょう。もう信長の後信忠になっている、世代なので、まあ信長の野望では現実的にはないんですけども、信長の野望、世界への野望ということで続きをやっていきたいと思います。まずですね、前回は朝鮮民との戦争を見据えて海軍の増強を行いました。でロケハンの結果。朝鮮に戦争を仕掛けたら、民が朝鮮に、まあ、肩入れするということになるんですが、海戦では勝利を収めることができました。ただし、朝鮮に上陸した後ですね、民の軍が2、30万に膨れ上がってまして、これを、2、3万の軍で戦っていくのは、ちょっとどうにもできないということになりましたので、ちょっとね、戦略を変えて、まずは朝鮮を潰すと。いうことをね、やっていきたいと思っています。そのため、民に対しては、外交で、ちょっと待って、今なんか、よからぬことをしなかったか、大丈夫か。大丈夫だよね。影響行動。何もしてないよね。関係改善をちょっと行いましょう。で、代わりに、もう家康とかね、芝さんとか、こういう、いくらこっちから仲良くしようよと言っても、なびいてこない連中は、一旦無視。ちょっと待ってね。朝鮮の前に先に、明を先に倒して朝鮮の方がなんか段取りが良さそうだな。ちょっと中身確認しながらになるけど。同盟提案ができるもんね。王室間の婚姻を先に行う？ちょっと待ってね。同盟の提案をしたいんだけどな。8月21日まで同盟の提案ができない。まあいいよ。じゃあ、民に対しては関係の改善を行っておく。まあ、二枚舌外交ですね、いわゆる。で、あとは、お金に余裕はないものの、アジア重兵、騎馬武者、これを雇い入れておきましょう。で、家康に対しては、戦線を布告。まあ、もう家康では現実的にはないんですが、言うこと聞かないからね、こいつは。そういう輩は、潰すしかない。あと、芝、足利、伊藤も潰しておきます。このまま、まずは、この地を手に入れちゃいましょう。三河は、この織田家が、今後取り仕切らせてもらおうというわけですね。で、あとは、外交フェーズで、一旦、軍事、ここまでですね。ごめんなさい。で、要塞を無効化しておきます。で経済も、海軍の維持費は下げる。ただ、美濃だ、終わりだけはちょっと要塞有効化にしておきましょう。で、ここは同盟の提案ができない。とにかく今同盟国を増やしたいんだけどな。民に対しては、どうするかな。同盟の提案ができないわけだ。情報網の構築はやっておこう。
民と戦争仕掛けてもちょっと勝ち目がないよね、この状態だとね。ただ朝鮮は参戦しては来ないわけだな。モンゴルを味方に引き入れたいところですけど、モンゴルもね、ちょっと味方になってくれる気配がちょっと現状ないというところだからな。アッサムも、まあ、どこまで力があるのかというのもあるしね。まずは家康と足利と伊東と芝、残る国内の不穏分子、不安要素をすべて取り除いておきましょう。で、艦隊はですね、一個の大きな艦隊にまずはまとめます。小さいいくつかの艦隊っていうよりかは、大きな一個の艦隊にしておいて、まあ、必要に応じて小分けにする。基本は一個艦隊でまとめて運用します。まあ、小さい艦隊ね、いくつか用意しておいても、結局、小さい艦隊だと潰されてしまうだけなので、そこは、ある程度注意深く見守りながら必要に応じて、艦隊を分ける。基本は1個の大きな艦隊、まあ、そういう運用にしたいと思います。徳川を潰して三河を手に入れた後は、まあ、先に芝を潰して、芝を潰したら伊東を潰してっていう感じかな。まあ、参戦する敵、戦力が大きいようであれば、まあ、ちょっとね、検討していきたいなとは思うんですけどね。あと確実にやっておきたいことがあれば、ここでちょっと見直しを行っておきましょう。顧問を雇ってもいいんですけどね。ただが今41歳でしょ。あ、信長まだ生きてるよ。ごめんなさい。信長63歳で存命中ですね。さすがよ、信長。家康よりも長生きしてるね。収入ももうちょっと増やしていきたいところですけども、要塞をこのまま運営していくのがいいのかって話だな。要塞を無効化して金がどうなるかだね。まあ、大して変わらないな。三段打ち欲しいな。三段打ちね、早くできるだけ。でミッションはこの後は、沖縄の征服なのか、朝鮮を征服なのか、天下統一なのかっていうところですかね。まあ、天下統一をするとなると、味方になってくれてる他の国々に大名家を敵に回すことになるので、まあ、すぐにこれをどうかしたいというつもりは今のところはないです。ではちょっと時間の進みを早くしていきまーす。家康なき徳川家を潰しにかかりましょう。これは伊東か。伊東とは戦争してないけど、どこに向かうつもりだ。摂津に向かって。
イラでちょっとアジア重兵を、さらに騎馬武者も入れておく。で、新たな外交官任命だ。外交官は優秀な人材がいればいるほどいいからね。今これで25,000の陸軍の兵力を、信長単体で持っているという状態になるので、まあ、この後ですね、この戦力を国内統一のために使っていきたいと思います。伊藤がここにいるな。ヒューガに5000、芝が3000、足利が9、将軍家はどこに持ってるんだ。あんまり持ってるように見えないけど、安藤さんとかどうなんだろう。外交同盟結べれば同盟結びたいけどね。まだ同盟を結んでくれないところがあれば、まあ、そこは、あ、味方になる気がないんですね、ということで、まあ、潰しに行かざるを得ないということになるんで、安藤さんなんかね、味方になってくれればいいんだけど。外交官は今どこにいる？一個一気、ちょっと待ってくれ。ここは事態になったのを避けよう。民、これ以上どうにもならないから関係改善を中止。他は？朝鮮、ここに送ってるよね。関係改善か。ここももう、これ以上はどうにもならなそうな気がするけどな。モンゴルとも同盟結べないしね。ミン、あとはタンウィング、アッサム。ちょっと時間を進めますね。タンウィングに関係改善来る。で、安藤さんはね、まだちょっと外交努力をしていないので、安藤さんが同盟に応じるようであれば、まあ、見逃すっていう言い方もちょっと変ですけど、軍事通行権の要請も出したいな、朝鮮に関してはね。まあ、安藤さんが間引いてくれるかどうかというのと、朝鮮に対しては軍事通行権を要求、民への航路を確保しにかかります。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしても忘れちゃうんだよね、軍をまとめるの。信忠の5000を九州に送りましょうか。船は集める。よし、三河が集結。これで家康に対して終わりを告げましょう。徳川からの和平提案なんて無視だろう、この時点だと。さすがに外交官が足りないな。外交官の数もうちょっと欲しいよね、本当に。足利に対しての関係改善なんてもう不要だ。こいつらはこちらに下る気はない。ちょっと待って、誰と戦ったのよこれ。あー、くそー、徳川軍か。まあ海軍の艦隊維持費は
最低に下げてるので、まあ、しょうがないですよね。まあ、それよりも、家康に対しては、まあ、家康はもういないんですけど、徳川家に対しては、まずその三河をよこせというところからかな。で、さらに金もよこせと。よし。これで、徳川家がこの世から消えた。何度も言ってるようにね、僕は実はでもないね、何度も言ってるので、アンチ家康、アンチ徳川、なんでね、徳川をこの国から排除しましょう。で、続いて、伊藤と開戦した場合、ちょっと確認しましょう。どうなるか。芝と足利が同時に参戦か。芝と足利が同時に参戦。芝と足利。じゃあ、芝と改善した場合ですね。これも足利と伊藤が同時に参戦。で、足利と改善した場合は、芝と伊藤が同時に参戦。なるほど。ってことは、3つの家に対して同時に攻撃を仕掛けなきゃいけないということだな。では、この青木さんの軍を半分に分けて、一体を、芝へ。もう一体指揮官を入れて、秋月さんを、足利攻略へ向けましょう。で、中核集荷をします。三河をね、取り込みましょう。軍の到着を待って回戦を行っていきます。まあ、どっちもサクッと潰せるでしょう。よし。では、回戦していきます。まあ、伊藤に対して回戦を宣戦して、大友には参戦要求を行いましょう。ちょっと待って、回戦自由なしか。回戦自由なしは痛いだ。芝家は外交、宣戦布告。回戦自由なし。足利は回戦自由なし。回戦自由なしか。回戦自由なしは結構安定度に跳ねてくるんだよね。ちょっとじゃあ様子を見ますか。あとは捏造するかだな。安藤さんはどうなってる？同盟提案できるな。海戦自由なしで戦争を行うのはリスクがでかいなぁ。停戦中だからだよね、これね、見るとね。スペイン領ペル。穀物の価格変動を買ってるわけだな、山の噴火で。1605年まで伊藤足利芝との間にこれだけのものがある、うん、そしたらまずは大友に対して、そうだな、軍事通行権を要請しましょう。で、我々は以後まで軍を進めます。花見の宴、統治力25、維新5、ダカット102、こっちだ。花見よりも金だ。俺が欲しいのは。ちょっと待ってくださいね。制度の需要、ルネサンス。
さて、ルネサンスを受容した場合、建造コスト、開発コストがマイナス 5%、 現在の技術のコストペナルティがプラス 50%。 どっちがいいのかな。今だと冒険性だもんな。でも時代的にはどうなんだろうね。まあ新しいルネサンスに、ルネッサンスにちょっと移行しましょうか。じゃあ金はかかるという話で、技術コストがマイナス 50%、 これでかいもんね。237かかるけど、まあ金もあるしな。いや、花見をやらずによかった。これで技術コストが下がって技術をすぐ獲得できるかというと、そういうわけでもないんでしょう。そうだね。まだちょっとかかるよね。まあそれよりも芝の動向だよな。アントも動かないしな。あ、アント同盟提案できる。待っていました。で、朝鮮は？朝鮮同盟提案できる。民がどうにもならないんだな。国庫への贈り物。うん。企業家金を要求してくれるんだ。ああ、送ってくれるんだな。ありがたく受け取りましょう。で、ちょっと時間を止めます。外交官がいない。タウング一旦引き上げる？安藤との関係改善はもう終了しよう。実質属国化したも当然だからな。で、朝鮮と一旦同盟を結びます。これで朝鮮と軍事同盟を結んだので、民に対して全力投球できるね。本質官の婚姻を先に結んでから、同盟提案に持ち込むパターンにする。で、朝鮮なり民なり好きな方を攻めると。まあ確かにいい。まあ国家としての信頼度は下がるかもしれないですけど、しょうがないよね。キリスト教に関する勅令、キリスト教宣教師を追放。これがいいのか悪いのかってちょっと微妙だよな。まあ、正直言って宗教は1ミリも信じていない人間ではあるので、これをどうこうするっていうつもりはないんだけどな。はい、ちょっと一旦時間止めますね。パラパラと出てきました。民への、まずは、外交ですけど、これはマックスに達したということで同盟を提案します。で、海軍の開発、まあ、これは選択肢もないですからね。海軍の開発を獲得して外交技術のコストがマイナス 10%、 悪くない。世界交易が生まれてたんだな。まあ、残念ながらまだ世界交易を受容できるようなお国柄ではないというのはあるので、まあ、ちょっと全文読みませんけどね。ちょっとここは我慢するしかないかな。で、新しいアイデアは造船の簡素化が入れられますね。外交400か、まあいいだろう、使っちゃおう。で、指揮官の包囲力がプラス1。ああ、悪くないね。海運アイデアも拡張したね。OK だ。
さて、じゃあ続いてお金をちょっと用意しておいて、アジア重兵を再び雇っていく。ではまた時間を進めていきます。明との同盟を結んだので、この後朝鮮と明とどちらに戦争を仕掛けるかをこちらが判断できて、かつ理想の展開としては、どちらかがどちらかと戦うときにどちらかがこちらの味方になってくれるというのが理想だね。まずは憎き朝鮮かな。タウングーがマックスに達成したという話なので、外交同盟の提案ができないか、まあタウングーに関してはじゃあ外交官を呼ぶとしましょう。代わりにアッサムに対して関係改善を送り込む。経済がまあプラス 4.86、 もうちょっとがっつり欲しかったかな。まあしょうがないかな。ここもね、まあ早めに解放していきたいですけど、アイディアもまだまだちょっと足りてないところかな。ミッションもまだまだちょっと難しいですね。信長ももう66歳か。いつ信忠に移ってもおかしくないな。海戦時上杉、いや上杉か、俺たちを侮辱してるだと上杉がやってくれるな。上杉さんよ、じゃあその上杉さんを潰しに行く。上杉に対して宣戦を布告、同盟を破棄した上で宣戦を布告、その場合どうなるの。して外交関係に悪影響が出ると言われてもな、まあ、できれば上杉の方から戦争を仕掛けてもらいたいよね。同盟を破棄するのはこの後ね、朝鮮なり民なりと同盟を破棄するっていうのは既定路線なので、まあ、それを避けない限りね、ちょっと数は減らしたいよね、そういう裏切り行為みたいなものは。はい、ではちょっと長くなってしまいましたので、今回はここまでに、させていただいてですね、次回は足利、芝、そして伊藤、この3機を潰して、いよいよ朝鮮民、どちらかと回戦をしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。